皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズのベイ君です。ドラクエビルダーズ実況続きやっていきます。よろしくお願いします。これは水場に入るでないここはとっておきなんだ私ので、前回ですね、ケイシーちゃん結構可愛いですね。ケイシーちゃんを救い出すことに成功したら、なんとね、こいつがちょっとね、戦闘狂っぽくまたなってきて、元老はでしたっけ、ちょっとちゃんと武器とか作っときよみたいなこと言ってて、するとね、エルちゃんが戦闘態勢入ってしまいましたので、今回はこの戦闘態勢から参ります。よろしくお願いいたします。オーベイ君様、何かおぞましい気配を感じます。これはおそらく魔物の気配、多くの魔物たちがここに迫ってきているようです。これはどうしたことなのでしょう。今までこのようなことはなかったのに、なぜ。そう、発展するとやっぱ来んねやな。なんとしても魔物たちの攻撃から町を守らねばなりません。さあ、弁空様、魔物たちと戦う準備はよろしいですか。はい、お役に立つか分かりませんが、おお、私も戦います。共に私たちの町を守りましょう。いいね、いいね、いいね。なかなかエルちゃんはやっぱなんか投げ物持ってるもんね。私のあの水場だけは絶対に守るぞ。全てのモンスターを倒せ。7体 OK。 これいきなりヘルコンドルやん。どう見てもヘルコンドル来てんけど、あいつ一番の悪やろ。あいつを倒した俺たちの勝ちじゃないの。大丈夫これ。いきなりこの2章終わってまうけどな。ルドロ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 ル、どう今の、今のどう。歌詞つけてみた。とりあえずよくあるやん、そういうの。おお、お前強そうやぞ、お前強そう。体調、体調強そうやけど、なんか突進突進、これモンハンっぽい突進、モンハンっぽい突進やけど、めっちゃ弱かったから酔いがちでした。よし、お、しかもこの子も戦ってんねん。あいつだけやんけ戦ってないの。こいつ何チラってこっち見てね。何こいつちょっとチラって見てね。青の扉をゲット。扉、扉、もう喋れへん。旅の扉をゲットしました。やりましたね、ついに。これで木材、人一気に来た人一気に来た、どうしようどうしよう。人一気に来たけど、まずあれ、なんかトランクスみたいな。ほんとトランクスやろ、お前どう見ても。トランクスっていうのはドラゴンボールのことです。いっそ楽に、もうダメだ。やっぱこいつらから喋ったろ。はははは。何やお前ら二人揃ってな。ゴーゴー光を追ってきてみたら、あらあら、メガネか、いい感じやな。こんなところにこんな場所があるなんて。どうやらここがエディ様の墓場になる場所らしい。ゴフ。大丈夫。担ぐんかな、これ。担ご担ご。はいはいはい。とりあえず、じゃあ、こっちに運んで、お前ここで寝とけ。寝かせる。ドキそうって言ってんな。さあ、お前はなんだ、トランクスよ。言ってみろ。はあはあ、僕は剣だと、なんだと。遠くに見えた光にようやくたどり着けました。ウルス様のところからここに来たんです。あんな場所で死ぬくらいならここで、ガッハ。はいはいはい。仲間に加わったっていうぐらいの仲間ではないけどな、これ。完全にお荷物やけどな、今俺たちにとっては。はいはい、寝かせます。なんて言ってるお前。水を。あ、綺麗な水って確かあったよね。あ、じゃあ、これを持ってくんかな。これ絶対綺麗です。やっと俺とうとうここにね、着手するけど、ずっとここ触れんようにしとったんよ、俺。まあいや、でも持ってき方わからんから。あ、ほんでね、そうそうそう、これ見て、これ見て。なんと、元老が勝手にこんなもん作っててくれました。ガラス瓶、飾り家具なんで、これ取り出して飾りましょうよ。ね。ここに飾りまーす。だから、ここかな。なんかこれ、なんかこれ、酒飲んでそうやな。ドッキストをとりあえずくれって言ってるから、こいつらドッキストあげよっか。使う。よし、ありがとう。で、一日休んだらどうのこうのとか言うんかな。オッケーオッケー、よかった。ほんで、お前は水やから、水無理よね。一回寝てみましょうか、とりあえず。一回寝てみまーす。はい、このストーリーっていうか、この2章はよく寝る回やな。暗い闇の中に光が見える。ちょっと本気でびっくりした。どうやら夢を見ているらしい。久々やね、これ。ほうほうほう。私の名はロト。私の血を引きし者よ。アナトムから見える魔の島に渡るには3つのものが必要だった。私はそれらを集め、魔の島に渡り魔王を倒した。そして今その3つの神秘なるものを3人の賢者に託す。再び魔の島に悪が蘇った時、それらを集め戦うが良い。薬草の元だらけでめっちゃここ行きたいわ、俺。3人の賢者はこの地のどこかでそなたが来るのを待っていることだろう。行け、私の血を引きし者よ、ということです。これ完全に俺に言ってるよね。遠い記憶のようだ。しかし自分自身の記憶なのか他の誰かの記憶なのかよくわからないね。やっぱり血を引いてんのか。でも勇者じゃないって断言されてんな、ルビス様に。あれめっちゃ、あ、あいつ来るんちゃう、あいつ来るんちゃう、あいつ来るんちゃう、来たんちゃう。うわーって言ってる。あれ、うわーって言ってない、うなされてない。おお、どうしたどうした、まだ動けねえ。
体がかゆい、かゆ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 うま。まさかのカプコンネタ、あの野郎、騙したな。水を、これ水ないもんね、俺。エルちゃん。病ちゃん恐ろしい。不謹慎かもしれませんが、私はとてもやりがいを感じています。ほうほうほう。症状が軽くなった時のあの笑顔、病気が治った後の嬉しそうな姿。病と戦うことは辛いことかもしれません。でも私はそんな患者さんを見るために頑張ります。OK。かわいいね、エルは。んで、要するにおじいちゃんに話したらいいってことかな。おじいちゃんに話します。はい、おじいちゃん。ウェイ君に恐れていたことが起きてしまったの。おそらくここに攻めてきた魔物たちは、この地を支配するヘルコンドルの手先じゃろう。これでこの町や病室の場所は魔物たちに知られたの。今後は用心せねばならん。しかし噂に聞く、旅の扉が開けたようではないか。これで新しい知恵を赴き、新しいものを手に入れることができるであろう。そこでじゃ、ベイ君。早速じゃが、お主に頼みがあるのじゃ。毒の病を克服した今、わしは次にリムルダールに蔓延する深刻な病の一つ。麻痺の病に効く新しい薬を開発しようと思っての。麻痺かな、あいつ。ビリビリしてんもんな。お主に麻痺の森の中にあるという病の感染源を探ってきてほしいのじゃ。これまた叩かなかのかな。頼むぞ、ベイ君よ。青い扉の奥、麻痺の森の中を探し、麻痺の病の感染源を見つけてきてくれ。コンパスに目的地が表示されたって言ってるんで、よし、早速行きましょうか。じゃあとりあえず預けるもん預けて、でも結構ね、私持ち込み中毒消しそういらんかな。麻痺って言ってくれから一回毒消しそ預けましょうか。で、木材をそろそろゲットして、あの大倉庫作りたいですね。もう大倉庫ないとほんまにきつい。だからこれ預けるやろ。んで、まあ薬草も預けましょうか。うん、これでいこう。んで、部屋にした方がいいっていうのを教えてもらってるんで、すんません、簡易でよろしくお願いします。簡易部屋作ります。今超絶簡易部屋作るんで、皆さんすげえ申し訳ないけど作らせてください。トン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 。どう、この簡易な感じ。あ、最後にこれ置こうぜ。最後にこれ置きたいから。最後にこれ置きたいから。明かりとドアがあるから、明かりとドア、ちゃんとこういうのね、一個ずつちゃんと作ってるんですよ、私。松明の方がぽいね。でも、松明の方がぽいんで、これ持ってって、で、夜になるから大丈夫かな。でね、私ね、一瞬ちょっと気になったことがあったんで、これ破壊して、もう一マス横にしよう。結局ね、これこだわってますね。結局こだわってしまうんですけど、こっちの方がなんとなく、あ、でもそしたら扉があかんくなるな。あ、でも扉いかんじゃん。あ、しゃしゃしゃ。ほんで、こうして、あ、違う違う違う。こうして、で、あ、先に、松明、先に部屋にしよう。あ、それやったらもう一個松明持ってくる。もう一個、これね、結局こうなるやつね。結局ね、こだわってしまうやつですよ。これがやっぱこのゲームの醍醐味ではあるんですけど、取り出す。わかりますよね。なんでもう一個持ってきたかっていうと、はい、これ気になるね。ここに置きますよね、やっぱり。ほんで、ここです。どう？これ。めちゃめちゃええ部屋やろ。新たな場所への扉が開いた。で、これもちゃんとね、あれね、オッケー、旅の祠になったって言って、ダーって走ってきて、あ、お前なんかバットついてるやん。お前ら、ね、お前らバットだらけやんけ。やってほしいこといっぱいあるぞ、こいつら。ちょっと待って、どうしようどうしよう、何したらええの？あ、とりあえず話そうか。溢れています。新しい情報によれば、麻痺の森、全部麻痺の森のこと言ってんのかな？2名いらっしゃったようなのです。おー、ほほほ、ベッドに寝かせ治療してあげてください。患者さんは計4人。早く治療して差し上げてやらなければとか言ってんな。おお、マジかマジか。なあ、ベイ君よ、ノリンでこれは。空気を読まずにちょっと不謹慎なこと言っていいか。おお、なやなや、言うてみ、おい。けどな、いくらお前でもさすがに怒り出しそうだな。ケイシーが好きとか言い出しちゃうよな、お前。怒らないって約束するな、言うぜ。怒るならこの話はそれで終わりだ。絶対に怒らないか？はーい。おお、怒らないのか。じゃあ俺がずっと思ってたこと言うぜ。すーはー。はい。病気だかなんだか知らねえけど、この街なんか空気が重いんだよ。まあ、それは確かにあるかもしれん。リフレッシュしてよ。自然と倒れてキャッキャフフしてよ。右のやつめっちゃキャッキャフフしてるで、でもおじいちゃん。なあ。はあ、はあ。そこでダベ君、ちょっくらリリパッドの里を探検してくれねえか？麻痺の森はリリパッドの里でもある。噂じゃそこに釣り名人がいるらしいんだ。釣りができればリフレッシュできる。名人に作り方を聞いて釣り竿を作るんだ。
ほう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 。で、ケイシーちゃんも多分麻痺の森行けって言うんでしょう。はい、話しましょう。すごいじゃないか、ベイ君を襲ってきた魔物たちを倒しちまうなんて。そういや聞いたよ、あんたってば、物を作る力を持つビルダーなんだって。手に入れた旅の扉があれば、この島とは別の場所に行けるらしいじゃないか。これで新しい袖を手に入れて新しいものを作れるってわけだね。ところでベイ君、一つあたりの頼みを聞いてくれないかい。この辺りはどこを見ても毒沼ばっか。病気の治療には美味しい水がいると思うんだ。だからさ、みんなが美味しい水を飲める水飲み輪を作ってくれないかな。え、もう作ってんで、結構な、ほら、結構な、これ10マス分の水場に壺が2つ、あとはクッション椅子とたらい、そんでもって収納箱と明かりが1つずつあるいい感じの水飲み輪を作っておくれ。オッケー。あれ、これあれないの、これあれないの、あの、何だっけ、おーおーおー、クッション椅子たらい、クッション椅子作れへんのちゃう。ちょっと待って、クッション椅子だけ作れるかちょっと見ていいですか。それやったらもうこっち作ろうかなと思ったんですけど、クッション椅子が作れるか、作れない木材です。やはり全ては、何やったっけ、麻痺の森に行かねばならないようですね。参りましょうか。あ、じゃあ一回セーブしよう、一回ちょっと一回セーブしまーす。オッケー、セーブしましたんで参りましょう。行きますよ。新しい土地へ行きます。旅立つ。ドン。これね、旅の扉といえばこんな感じでございます。さあ、どうぞ。あと少しで、ほんまあと少しやったな。惜しかったな。っていうわけにはいかないな。ちゃんと助けてあげようか。君は誰？オイラはイルマ。もう少しで光にたどり着ける。もう少し、もう少しで。いや、そういうわけでもいかないね。さあ、助けてやろうか。しゃあないな。確か二人いるって言ってたよね。ちょっと、ごめん、どいてもらっていい？はいはい。これあれじゃん、コンパスちゃん。オッケーオッケー。よーし。んで、これはまるちゃん破壊しますよね。これもちろん破壊してからの担ぐ。あ、じゃあ木材だけ持って、え？おー、キャタピラおるやん。お前ちょっと待ってな。木材だけ持って帰っていい？クッション一切作れれば。やばい、怖い。怖い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 。あー、なにこいつ。え、強い。強い。痺れた。麻痺ってる。左上見て、左上見て、皆さん。危ねえ。なんか、動けない、動けない。はい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 。強っ。なんか、しかもこいつ、当たり判定めちゃくちゃでかいんやけど。よし、オッケー。麻痺割り。緊張感あるね。麻痺ってる、麻痺ってる。めっちゃ麻痺ってるで、俺。どうしよう。どうしよう。どうやったら治るの、これ。どうやったら治るの、これ。ほら、ほら。ほら。なんか、あれか。行動した時になるのかな。麻痺。ほら、なんか、Y を Y っていうか、四角を押した時に、たまに出ます、これが。よし、オッケー。あ、消えたね。よし。これ、いける？よし。ヤシ原木。ちょっと待って。これだけちょっと持って帰っていいですか。んで、何やったっけ？水飲み場作って、んで、いい感じの時間になるじゃないでしょうか。せっかくこっち来たのにな。まさかこんなすぐにこいつおると思わんかったから。原木、原木。あ、でも結構緑あるんちゃう？ここ。ねえ。いい感じで、ここ、だから薬草とかも結構手に入れそうやから。そうやと嬉しいな。薬草がね、やっぱ全然作れへんから、それはね、困ってたところなんで、まあまあまあ、この辺をね、ちょっとだけ回収させてください。で、原木ゲットして、10個。うん、10個かな。私ね、なんか10とかそういう数字にね。強い！待って！逃げないで！待てー！ほら、ボケー！逃がすか、ボケー！待て。あ、これはやばい。これはさすがに逃げられるやつか。くっそー、前もなんか倒したとき確か会心で倒したから結構やっぱ大変なんやな、倒すんでね。悔しいね今の。うわ、怖い怖い、あいつめっちゃ怖い。シャトルムシみたいな動きしやがってよ。で、10個もできたからもうダメだって言ってほっとかれてる子をまた助けてあげましょう。で、これで帰っていいかな。 OK、 旅立つ。冒険できました。冒険できましたよ、これ。よし、釣り竿が欲しいって言ってる。こいつめっちゃ文句言っちゃったもんな。あー、そっか、ベッドが必要なんか。ちょっとごめんな、ここ置いて。ベッドは確か作れますよね。ちょっとベッド作りますね。で、こっちにとりあえずごめん預けさせてもらって、これはここここここで、これは土は持っといた方がいいから、うん、こんな感じかな。あ、ほんで土持ってかなかね、多分。土いるから、これ持って、で、これ預けて、ヤシ原木も預ける。よしよしよし。ほんで、ベッド2つ必要ですね。ベッド作りましょう。あ、ベッドとりあえず1個でいいか。まあ、いいや、2個作れようかな。作ろうか。2個作って、よいしょ。ほんで、クッション。
クッション椅子は木材やから木材を作ったらいいの。あったあった。よしよしよし。あ、じゃあ木材一気に作りましょうか。うん。10個作って、お、ピリン来た。仕立て台って何？布などを素早く縫うための道具。ほうほう。木の壁。やったやったやった。すげえすげえ。木の床。ああ、いいね。木の家なんや、今回は。ね、今回は木がメインなのかな？いや、いいね、いいね。楽しみやな。んで、私がね、作るべきものは、木のベッド2個作って、なんか、壺を作ってとか言ってたら、壺なんか持っといて、で、木の机は大丈夫やから、あと何作んねえとか、あれ？あ、下手台。下手台。あ、木材使うから、ちょっとやめとこう。何作んねえとか、結局俺。ごめん、何作るか忘れて思ったわ。あ、先生、クッション。ミスター先生、ほんまに忘れとった、俺。あぶね。オッケー、これで大丈夫。んで、ベッド、ちょっとごめんなさい。一回ね、こう、簡易で置きます。ちょっと簡易でここにセッティングして、担ぐ。お、大きな病室になったぞ。大きな病室になりましたよ。やったやったやった。病人の治療することができる。あ、なるほど。より多くの病人をどうのこうのって言ってますね。イェーイ言ってみて、イェーイ、なんと素敵なって言って、お前はここにベッドに寝る気か。あ、ベッドの間入ったな、お前。さあ、寝かせましょう。磨きのこ焼き。おお、あるぞ、あるぞ。実はあんねん、俺。やろう、やろう。ありがとう。って言ってる。ほんで、一晩寝てみよう。オッケー、わかった。ちょっと待って、寝なあかんやん、じゃあ。じゃあ、寝なあかんやん。寝る、寝る。ちょっとお前が元気になった姿見たいもんね。ちょっとこれ、皆さん、結構なんかこう、てんやわんやして思ってるけど。まさかな、一気にこんなやることが増えるとは思わんかったか。多分ね、あいつ起きるから見といて。え、満月丸。満月丸誰か麻痺直すやつか。なるほどね。ってことは、ちょっと水の湯は作りますわ。よーし。じゃ、とりあえず、ここ破壊して、で、10マス分って言ってたよね。多分ね、これがね、水を生成するものやと思うんですよね。なんで、ここを利用すればいいんじゃないかとね、私は思っておりますんで、ポッカーンってして、ちょっと入ってすぐバチャっていきそうやな。すげえ、それ気になる。バチャっていきそうやな。ここじゃあ少なくするか、水。ええー、感じになってきたんちゃうの？ええー、感じになってきたんちゃうの？ほんで、ちょっとごめん、もう一回聞きましょう。はいはいはい。10マス分の水場がいんねやった。クッション椅子、たらい収納箱、壺二つ。この形良くないですか？この形めっちゃええ。の、扉の位置めっちゃ気になるな。で、クッション椅子って何なの？クッション椅子ってここでなんか念じんのかな？この形めっちゃええな。すげえ気に入ったぞ。クッション椅子と、まあ、たらいた、なんとなくやけど、たらいここに置くのがいいんじゃないかと思うんですよね。で、壺やっぱここになるかな。これで完成かな。いくよ。見といてや。ほれ！違った。あと収納箱。あと収納箱がいるから、収納箱の、なんかちょっとなんか、あれやな。置いてるもんがすげえ気になってきたけど、まあ、ここに置こっか。来た！水飲み場初めて作りました。いかがでしょうか。結構このね、水の形が私気に入っておりますが、いかがでしょうか。水ブロックが生んで、住人が水にまつわる家具や素材を収納箱に入れてくれる。やったー。座る。あ、ちゃうね、ちゃうね。違う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 。まあいいや、まあいいや。とりあえずこいつの、目的達成したから、へい、見事なもんだって言ってる。おお、ありがとう。立派な水飲み屋ができたじゃないか。病気で死んだじいちゃんがよく言ってた。健康な体を作るには美味しい水が一番だって。ここの水はまるでボストロールの耳の裏側みたいなえげつない匂いなんだけど。どこ？これでこの辺の腐った水を飲まなくてよくなるわけだね。水は道具を使って汲めば、お、患者に飲ませられるし、きっと料理にも使えるよ。水を汲むための道具はビルダーのあんたなら思いつくんじゃないかいって言って、ピローン。きたー。ヤシ原木をなぜか5つゲット。お前どっから持ってきてん。思いついたね。よーしよしよし。木のバケツをひらめいた。水を汲むことができる。何度でも使える。よーしよしよしよし。じゃあ、ごめん。なんかね、すげえ、今回いろいろなことやって申し訳ないんやけど、たらいや、なんか作れるようになったね、今。なんか作れるようになったから、それを使って、あれ？どうやって作るの？思いついたけど、仕立て台がいんのかな？
あいつをね、直してあげたいんですけど、ちょっと見当たら、あたた、木のバケツがあったから、うん、これで何度でも使える打てるから直しましょう。んで、水をあいつにやったらいいんやろ、多分。うん。そこまで行こう、そこまで行こう。あ、そ、なんかあれやな。ちょっと気に食わんくなってきた。あ、これでいいんや。おーしよしよしよし、いいぞ。んで、水をって言ってるやつおるから、水あげます。使う。よし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 、エルから依頼にされた。病人の治療が終わった。ごほごほって言って、これはあと寝た絵だけか。寝ましょう、寝ましょう。よし、これは嬉しいね。寝るぞ。さあ、どうなるどうなる。やっぱ部屋作り出すとね、めちゃめちゃこだわってまうのがね、楽しい、このゲーム。で、多分走り出すやろ。来た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 。え、違うか。違う。お前なんだ、まだあかんわ。どうしたお前。頭が痛い、頭割れそうです。もういっそ楽にしてください。かわいそう。ダメなんや。ダメなんや、くそー。でもまあ、とりあえずしゃあないか。ね。じゃ、とりあえず、ちょっとね、どちらかりましたか。今回こんな感じで終了です。最後までご視聴皆さん、ありがとうございました。次回は向こう行って、麻痺のなんかね、治療。ここ階段作りたいな。ここ階段作ったら結構いい感じやん。ほんで、ここも部屋に、まあまあいいや。向こう行って、で、なんか、麻痺の敵多分倒さなあかんねんと思うんですけども、敵倒したりして、素材集めて釣り竿とかもね、作れたら作っていくという感じでいきますので、ぜひご期待ください。今回はこんな感じで終了。最後までご視聴ありがとうございました。ホロリンクゲームズのベイ君でした。次回も楽しみに。バイバーイ。